あ藤永ドライブパス通らない。さあ河村持ったファストブレイク、河村決めた。ドジャーです。いや富樫がディフェンスに行ってる中で、はい、渡せませんね。いやいいですよ。さあロングスリーだ、来ましたね河村。このスリーポイントです。ここは晴山がつく、晴山がつくが河村自ら行った、これで河村2桁得点。ご覧いただきましょう、これどういったところが素晴らしいですか。いや本当あのディフェンスの間にねしっかり体を入れて体を当てて一番遠いところでシュートを打ってるんですよね、はい、これで千葉のファールは4つに達しています。おうわったプレーをご覧いただきましょう。ここのマッチアップファールを受けながらどうですか。ボディバランスがいいですね、はい、川島、河村、西川、おっと河村うまい。さあスピードに乗ってノールックで西川、すごいですね、いや恐ろしいですね。そうなんですよね、まあ、間違いなくこれからの日本、うん、あおっと河村、いやいった大注目のこの特別指定という河村、河村自ら行った、これを決めた、いやこれを決めていきました。 44.2% という宇沢、いや本当にあの宇沢選手外からのシュート柔らかくてですね、これまでもあのいろんな場面でなんかゲームをつないだシーンというの。さあ河村、うん、下がってスリー決めていきました。来ましたね、見事な河村です。まだ新年明けていないというチームの中で、いやこれもしっかりとね、河村には激しく行かれ、そして上田がここも激しくすぐ、新潟もいいですね、あっとなんと河村がフォローからこれを決めたぞ、すごい、これを決めた、しかもカウントだ。こんなにできますか高校生が。いやこれもうね、あのコンテストファールもらって、もう一度持ち直して河村、さあ湧き上がる浜松アリーナ、パスを送ってグラッドネス。さあ一つ還元としてはこの辺り流れを変えたいところですか。さあ河村、河村ドライブ、フェイントを入れて決めていきました。もう一度河村ボールを受けて周りを見ながら、視野の広さというのも一つポイントにありますが、スリーポイント決まりました。いやーすごいですね、強度が全く落ちない、そして最初からディフェンスの強度が高い宇都宮です。さあスリーが決まった。このドライブのちょっとしたスピードがやっぱりうまいですよね。ハグショットになったが決める、スリーポイント。さらにはバスケットカウントでワンスローです。石川からドジャー、そして河村スリーポイント決めた。あれを決めましたね、はい、石川から河村フェイクして中入ってきてのレイアップ、連続得点です。対峙する河村と斉藤、さあ河村スリーポイント決まる。これで今日も2桁得点乗せました。前半だけで2桁得点を決めています。現役高校生のこの河村勇輝、この位置にいました、マクリーンに出した、あ通らない、河村よく見ていた、さあ持っていくぞ、見せてくれるか河村、ここをしっかり決めてくるというところは素晴らしいですね河村。右ドリブルから切りつけておいて、まだボールを持ってる、入れる、おこれは狙っていましたか。え、はい、吸い込まれていったという感じですね。サインボールですがショットブロック時間がありません。そして河村使っていった、うまい、リバウンド3円、岡田から河村へ、河村からいいですね、うまい、いやこれは素晴らしかった、太田ではありませんでしたか、失礼しました、クラストですね、はい、石川へ、石川河村、相手が釣りを狙ってくる、決めてきた、
村、阿部がついていくが取るのオフェンスでちょっと各選手が動き止まって得点も止まってしまったというような第1クォーターでしたが、苦しい中で残した、残してからライオンズがアタックするか、川村がかけた、そしてそのまま運んでいく、阿部もついているがその後ろからレイアップ、あ、トーマが4つですね、そうです、はい、川村ここから3をいった、苦しいですからね、はい、今そしてリードを許している富山、両チームにとっても苦しい時間帯、フラコツ、リバウンドが起きました、川村3を狙ってくる、いやこれを決めた、素晴らしい、